神社には日本酒がおみきとして使われておりますし、日本酒って美味しいじゃないですか。はい。茨城県の老舗伊坂酒造店の大吟醸と酒粕を混ぜ、チョコレートの中へ軽く焼き上げて金粉を。しっとり滑らか、ほのかに大吟醸の香りがする大人のチョコレートになりました。完成した大吟醸チョコレートを持って彩子さんと智明さんは伊坂酒造店へ。こんにちは。茨城の老舗伊坂酒造店、赤いお酒の正体は、こちらは古代米を使ったお酒でして、朝倉咲っていう種類の古代米は、あの水につけるとこういうピンク色の色が出るじゃないですか。素晴らしいご縁です。感謝ですね。本当にこの、ね、人のつながりを大事にしていきたいですね。はい、地元のものをやっぱり使ったスイーツの方もこれからちゃんと考えていきたいと思います。ふるさと茨城の魅力どんどん発信していきましょうね。小学5年生の時初めて作ったケーキが美味しいと言ってもらえた妙子さんの原点、大切な大切な思い出です。巫女さんになった時も結婚した時も出産子育てと忙しくしていた時も、いつかケーキ屋さんになるという夢を胸の中に持ち続けていた彩子さん。夢を叶えるのに年齢は関係ない、それを身をもって証明してくれましたね。彩子さん、これからも智明さんと一緒に素敵なケーキ屋さんを育てていってください。そして夢をもっともっと膨らませてください。応援してます。はい、楽園通信です。ももちゃん、花園神社行ってみたいです。そうですね、お参りに行く道すがらも楽しめますよ。マス口御苑ではニシマス釣り、釣った魚は直営のレストランで料理してもらえます。ねえ、かぶりつきたいです。友明さんが宮司を務める花園神社の境内は見どころがたくさん。また茨城県内10カ所の神社を巡り、神玉を集める神玉巡拝も人気です。おー、いいですね。巡ってみたいです。そして彩子さんが営む森のドイツ菓子バルト、営業は木曜から日曜の4日間、祝日も営業しています。ケーキは日替わりで数量限定、売り切れることもありますのでご容赦ください。はい、リーベック